2月13日土曜日、藤原文化センターで藤原岳自然科学館の冬の星空を見ようという自然教室が開催され、市内外の小学生とその保護者が参加しました。講師は藤原岳自然科学館の伊藤浅夫さん。まずは地球唯一の衛星月の紹介です。餅をつくウサギや吠えるライオンなど、同じ月でも国によってさまざまな見方があると説明がありました。続いては冬の星座で有名なオリオン座を目印に、お牛座や大犬座、子犬座、そして双子座などを詳しく学びました。さらに地球の11倍もの直径があり、6億6000万キロメートル離れていて、太陽系で一番大きな惑星の木星は水素やヘリウムといった軽いガスでできた星であることを学習しました。児童の一人は、星座は苦手だったけど先生の話を聞いたら面白くなってきましたと冬空に魅了されていました。さらに天文ボランティアの鳴川雅明さんから、屈折式や反射式の天体望遠鏡の特徴を聞いた後、星座早見版の工作や双眼鏡の使い方を教わりました。途中、この時期オリオン座の少し右上方向に見える星団スバルは双眼鏡でも綺麗に見えるという説明を受けて、参加者はとても驚いていました。この自然教室、今年度は3月26日の早春の花を見る会が最後となりますが、4月から平成28年度の教室が始まり、およそ20の教室が開かれる予定です。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。